はい、パーティーゲームがお送りするスーパーボンバーマン2のプレイ動画でございますけどね、続き、すいません、こんな画面です、今の時はね、パート2になります、今回。はい。前回ワールド1、2までクリアしまして、まさかのコンティニューをしちゃったんですよね。だから今能力が大変低い状態で、そのままステージ3へね、続けて調整していくことになります。大丈夫でしょうか不安不安。はい、じゃあ続けていきますよ。ステージ3の息。おお、なんか可愛らしい見た目になった。可愛らしい見た目になったけど、このなんか目玉のついた丸い機械みたいなやつは、お、なんだ、ワープしてきた。え、今ダメじゃ、ダメだ。え、どういうこと？全然ダメージが通ってないように今見えましたけども。後ろから当てなきゃいけないとか。あ、違うな。え、なんで？え、どうすりゃいいこいつ。倒せないって人がなのかな。あ、そしてこれ多分ね、ジャンプ台なんですよね、これ。はい。あ、あー、あ、あ、なるほど。なんかその、あ、いや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 。バーカー。なんで敵に突っ込むかね。今のは俺の采配ですね。ということはあれか。もうとっとと。あ、ちょっと待って待って待って。ちょっと音を当たってしまって、このスイッチを起動させてしまったらいいってことですね。なるほどね。まあ、そういう倒し方をする敵もいたんだね。あんまり考えたことなかったですけど。いやー、でもなんかそれまた厄介そうだな。いや、あの地球に潜るこの敵も厄介だしさ。普通に。普通に厄介。あ、ボクピックだ。よいしょ。おお、びっくりした。そうか、一回当てたら分裂して、それぞれが行動するようになるんですね。まためんどくさいな、それも。はい、コールゲート。いやー、これやばいね、結構。なんだあの大砲は。カニもぶっ飛んでくださいと言わばかり。っていうか、ぶっ飛ばないと先進めなさそうですもんね。動きはね、単調だから、まあ、まだいいですけど。あー、で、あれか、壊すためのスイッチも、一個だけとは限らないんだな。いいでしょ。いいでしょ。多分、向こう側にもあるんじゃないかな、やっぱり。おーい。面白い。面白いけどね。うん、面白いんだけど怖い。よいしょ。うん。まあ、こんな挟んでも意味ないですからね、こいつの場合は。いやー、恐ろしく厄介だね。風で倒せない敵とは。はい、これでようやく破壊と。で、オッケー。よっしゃ。
特性ある仕掛けが続きますね、本当に。なんでしょう、こいつは。おう！はははは、びっくりした。大砲ですか。ダン。あー、で、こいつも、ダメなんだな。一回ダメージを受けたら、分離して普通に行動する。まあ、結局2回爆風を当てないと完全には倒せないと。なのに100点なんだね。そう、絶対ね、それ側転自体がしょぼいっていうのもあるんですよ。残機が上に来るのって。うん、あっそのさ、画面外から飛んでくるのはいかがなものかと、もう本天竜だしさ。いやー、参っちゃうな、これ、ほんと、ほんと。大丈夫？また1でしょ ?1 でしょ？シャボーイ！待って、この状態であの大砲倒さなきゃいけないの。やばくない？アイテム、アイテムが出てくれんと話にならない。うわぁ、マジか。おいね、前回の初代1の方をお送りしたときはね、ゲームオーバーになっても全部はなくならなかったからね。あ、ハートだ。ハート嬉しいけど今じゃないな。いや、そんなことより爆弾が、火力が欲しい。いや、もう早いよ、弾撃ってくんの。すごいね、同じ戦場に来たらすぐ撃ってくるね。これでもかっていうぐらいね。ほんで、多いしさ、割と敵が。でも、一体も倒せてないからなんだろうけど。だって、こっちから爆風1だからね。弾使って、やらんと。これ、ちなみに乗れ、お乗れる乗れるけど、弾を撃ったりはできないね、さすがに。これ、もしかして、一回、お貫通ボムだ。受けても大丈夫みたいなパターンかな、かもしんないな。そうなんだ、乗れるんだ、この乗り物。これはちょっと面白いな。あー、待って、あ、いいもん、もう一個あるから。あ、じゃあ、バカ。今バカやったね、大変すごいバカやったね。オッケー。で、乗り物を奪う。このスライム倒すのにも一苦労だもん。いやー、あれあれ。でも逆に、そっか、この状況においてはね、こうやって乗り物があるっていうのに助かりましたね。これはでも継続しないだろうな、多分。ステーリーが切り替わったら多分消えてそう。そうだよな。さあ、そして次はなんかペンギンさんが出てきましたよ。かわいらしい。かわいらしいペンギンさんが出てきたのはいいけど、何していくんだろう。ああ、なるほど、そういうタイプか。はいはい。次で似たような感じの行動するペンギンがいましたよね。ペンギンじゃないな、あれは。あの時はアザラシだったかな。なんとなく、そう、水球の生き物の敵キャラはね、なんかボンバーマンではこういう動きをするみたいなイメージが強いです。キョーン、ダン。あ、全然届かない。ちょっと待ってよ。よいしょ。もしかして、あれなんだ、今回もゴールゲートに炎当てたらいけないんだ。そっか。気をつけまーす。わざと、あれ、多かった。よいしょ、OK。え、あとスイッチですね。ほう。
これ真ん中壊すはちょっと難しいね。OK。よっしゃ。ああ、とか、ゴーゲート。気をつけなきゃいけないですね、じゃあ。わあ、にこやかな。ああ、一回で倒せないタイプか。しかも、行動がなんかノロマ。ああ、でも二回当てたら倒せます。動いたり止まったりっていう感じみたいですね。でも、あれってキャラ見たことあるな、なんか。あのね、多分なんですけども、スーパーボンバーマン5で、実は5では1から4まで登場したステージが、リメイクされて再登場するんですよ。お、すげえ。リメイクされて再登場するんですよ。だからそれで見たことがあるのかもしれないね。そしてこれは今っていうのは潜水艦的な、待って、潜水艦は向こうにあるな。え、これ何、すげえ怖いんだけど、ちょっとバックやってみる。あ、どうも綺麗だなみたいな感じですね。すいません、またくしゃみが入ったんでカットしてると思うんですけど、お、そんなこと言ってるし、リモコンとしかもブロック貫通まで出た。やったー、最強ペア。これが来たらさすがに勝てるっしょ。あ、待って、赤い1個つけてない。これ多分ね、こっちに乗ったら右側に行くんじゃないかなと思います。うん、これ多分なんだけど、あ、やっぱそうだ、オンオフしてる。全部オンにしないといけませんからね。来るなぁ。逃げちゃった。ゆっくり近づいて。あーお。あくびしてる様は かわいい。そして。お、待ってよ。ってことかわいいけど、ゴールゲート当てないよね。もう今火力が欲しいって言ってるのに自分で消してどうすんの。よし、まあでもリモコンとブロック貫通が入ったらだいぶ楽になる。なくさないようにしましょう。かっこフラグとかならないようにね。もうほんま、いつまでこの透明なクラゲは何、あー、あれか、ブロック貫通ですね。まあ見た目の通りって感じがしますね。それ以外の特徴なしかな。ああ。まあまあまあ。わかりやすい特徴ではありますね。これは、ダーン、ダーン。え？いや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 、知らんよザバーン、ザ、じゃあそれはまあ落ちたらいけんだろうけどさ。うわあ、まだもうフラグだったよ。やっぱギミックよね。ギミックは難しいよ、絶対これ。今のどうしたらいいんだろう、でも。左側が正解だったとかいうことなのかな。左側行ってみますね。どうしたらいいのどうしてほしいのっていう感じなんだけど。ちょっとこんなことを繰り返しよったら先に進めないですね。え、本当にあれクリアしたの昔。はははは。だって感覚とか全然理解できないだろう。多分ね、その飛ぶ時に十字ボタンを押した長さによって飛ぶ飛距離は確かに変わるんですよ。変わるんだけど、いやー、ちょっと厳しいね。クリアですね、相当。
が今ね緩いからまだ敵が緩いって言い方してあるんだけど、お貫通だ。これ待って、もしかして一回戻ってさ、向こうは向こうで行かなきゃいけないっていうパターンなのマジか。めっちゃ怖いじゃんこれ。いやー、またあっ、気が、あーもうバカ。いや違うよ、今上を押そうと思ったんだけど敵がいる、やばいと思って話してしもうたね、中途半端なタイミングで、で落ちちゃった。もうマジで大変じゃんこれ。ところでつまずくのか。ちょっとモヤモヤしますね。敵が強いんじゃなくてギミックが強いみたいなね。ちょっとモヤモヤするな本当に。ねえ、多分なんだけどこっち。ダメだ、押し心地がマジでむずい。コンティニュー3回目です。おい全然 3D とか Y よりもコンティニューしてるじゃん俺。 OK で、その右側に真ん中か、今の画面でいうとこで真ん中あたりにもじゃあ舞台があるでしょ。それを使えばとりあえず左から右の足場には取り移れると思うんですよね。あ、でもゴールゲートは左にあるから、これ結局左に戻ってこなきゃいけないのか。おっ、ぶっぶっぶっぶ、びっくりした。きっこい敵がいた。何もいるんだ。いやーこれ参っちゃうな本当。あジャンプ台に囲まれてわーわーしないでいただきます。こっちが何もできなくなる。やった。ねぼすけ。そこでああしない。そこもちょっと怖いな。ジャンプしすぎたら体当たりしちゃうもんな。だったパンチグローブとかレーパーグローブ持ってないしな。かーくそ当たすな。描いてどうすればいいんだこれ。よっしゃ、はあ、ようやく。OK。ゲートは開いた。あとは、無事にあそこまで行けるかどうかだよね。なんでこっちにジャンプ台ないの？戻んなきゃいけないんだよな、多分。ああ、怖い。ああ、怖い。違う、そっちじゃない。なんで俺今左行った？俺上押したよ。これやばいね。命をかけた、ね、水上ジャンプを求められるって、いかがなものかと思う。あら、もう、ちょっと違うだけでこれだもん。ねえ、もうこれ普通にプレイするんだったらもう即セロード&セーブ、セーブ&ロードですよね。レトロフリングであったからね。でも一応ね、できるだけそういう理由でロードはしないようにしたいので、できるだけね、元々の原作の通りのままやりたい。まあ結局できてない
かった作品もあるけど。まあでもあんまり先進めないようならちょっと考えなきゃいけないね。今ふと思ったんですけどダメでしたね。ああまたこれか。ああもうずっとこれだもん。参ったな。本当にどうしよう。あれはさ、もうちょっとこう一つ一つの島をさ、ちょっと間隔が空けるか、もしくは1マス分余計に大きく作っておくとかしてくれたらさ、聞いたらマシなんですよ。あー、いけた。これであとは多分敵を倒せばいけるはず。拾うどこでもロードは使わずになんとかいけたことになるのかな。まあまあまだ油断はしないようにね。あー、おっそ、もう忘れてた。あああ、しまった。油断しないようにって言ったでしょ。バカやった。これさっきもよく考えたらゴール前のねブロック壊すの難しくて、ちゃんと距離を考えてね爆弾置かないとってやってたのにね。ああ、もう失敗したくないな。頼むから。ああ、もう。さあ、どうする？本当に。冗談じゃないぞという状況よ。まあ、まあ、コンテニューはしますけど。ちょっとやばいね。ちょっと一回取りますね。しかもね、なんかね、まあまあ、今のはまあ、俺の、まあ、油断大敵だったっていうのももちろんあるんですけど、それにしたってちょっと、この、川渡り、水渡り、水上ジャンプ、ちょっといくらなんでもって気がするなぁ。まあ、どうしよう。うわ、すげえ悩んでしまう。どこでも生物買うかどうかね。まあ、今どこでも生物買ったところで生き生きなんでね。火力も僕もね。もうちょっと頑張ってみようか。あー、敵がいた。あー、もう、わからんや、そんなんも。一回立ち止まらなきゃいけないですね。だから手前でね。この楽しそげな曲がトラウマになってる。OK。 ついていこう。とんでもついていこう。失礼、ジャンプ中にくしゃみがいったんでカットしてます。もう毎回すいませんね。ああ、いけた。これでもうちょっと本当に同じようなミスは避けましょう。ゴールゲートにも気をつけて。貫通ボムがね出てくるけん、あれが逆に厄介なんですよね。だから最悪取らない
でもいいかもね。いや、本当は撮りたいんだけど。あ、わかった。じゃあ撮る前に、撮る前に、ゴールゲート前のブロックを壊、そう。なんか今、ポロロリーンって撮ったね。その、ちっちゃいやつ忘れてたけど、あれ、敵じゃないの？よくわかんないんだけど。はい。で、これとりあえずね。ジャンキーが増えてるの？もしかして、あれかね、ここでミスする人多いからということで、救済初期であれが入ってたのかな。まあいいや、はい、とりあえず、ようやくゴールしました。はぁ、あ、そして、ボス戦ですね、377。そうて、プリティーボンバーですね、これは。うわぁ、うわぁ、マジか、これやばいね。普通にやばい気がする。これは後にね、そういう爆弾を自由に動かせるような特殊なボムが生まれますけど、もうこの頃にあったんですね、すでに。いや、待って、まあでも逆に言うと、この方式で言うとあれだね、プリティボンバーも多分勝手になんか自滅するんじゃないかって気はしましたけど。おい、ちょっと近づいてくんだって、お願いだから。ほらほら、あ、自滅した、終わった、やったね。はあ、で、まあこの先まだボスが待ってますからね。怖い。おじさまが出てきました。あー、当たるとボムが消えます。あー、差額は怒った。あ、近づいてきてるっぽい。あ、で、少し経つと怒りが収まると。このハートは多分あれだね、追従してくるんでしょうね。なるほどね。で、また怒った。目もちゃんと動いてる。あ、また違う攻撃をしてきましたね。そうでもないんだよね。あ、また、あぶねえ。いやちゃん、あれ怒んなかった。あ、ちょっと、ハートがどっか行った。あれ、当たんないな。薄いか。あ、あかんか。危ない。あ、おー、やった。おー。とりあえずボスは、一発撃破、一発じゃないけど。ちょっと待って、30分以上かかってんね。止めるか、ここで。多分今の感じだとステージ4があって、で真ん中最終ステージっていうことだと思うんで、全5ラウンドなのかな。うん、でもそうなると1や3より少ないですね。最後にもっとでかい要塞が出てきそうな気がする。ドカーンってね。はい、まあそれは分かんないですけども、ちょっと今回ね、3の6のあのジャンプ台でもう相当苦しめられてしまったんで、いやあ、あれには参った。本当に。さーっと思わぬ足止め食らいましたね。ワンの時と比べると、本当に全体的にね、ワンの時と比べると仕掛けがね、ちょっとワンランク、ちょっとこう高度な、仕掛けが多くなってきてて。まあなんならだね、ステージ1の時点でマグネットとかあったじゃないですか。まあその時点で結構やばい仕掛けだと思うんですよね。だからね、
敵とかよりも、ボスとかよりも、ギミックが最強の、最大の敵みたいだね。それがね、ちょっと、印象ですね。ただ、それが面白いか面白くないかは、ちょっと個人差があるかなと いう気がきますね。強い敵をね、頑張って倒すのは達成感があるけど、なんか、ギミックが難しいのをこう、頑張って乗り越えるっていうのは、なんかちょっとボンバーマンとしてちょっとどう、ちょっと若干違うような気も、俺はしてしまうんですけどね。どうなんだろうねって感じがしますけど。はい。まあ、この先、より難しいギミックが出てこないことを祈ってですね、引き続き進めていきたいと思いますので、はい、皆さんもよろしければ、次のパートも楽しみにお待ちいただければと思います。頑張りますんでね。はい。ということで、このパートはここで終了します。スーパーボンバーマン2のプレイ動画、次のパートに進みます。